はい、東内です。それでは今日は昨日に引き続いて紙片絵本の小さなメルヘンというものの紹介です。で、これ昨日のインドの王子と同じく2021年10月8日に発刊されたもので、同じ日に映画宇宙の方エロヒム編が封切って てますので今日もちょっと映画との関連で読み解いてみたくなりました。で、えーまあ、早速その中身に入っていくんですけれども、星の綺麗な夏の夜に少女はいなくなった。ここから始まるんですね。少年の前から少女が姿を消したと。で少年はとても悲しんで、 何日も泣き続けて涙が川になった。それでも少女は帰らない。えー、それでも少女は帰らない。これ、陰を踏んで何回も何回も出てくる詩であります。で、さらに、今度も星なんですが、星のパラパラと降ってくる美しい夜に、少年は泣きつかれて丘の上に座って、草笛を吹いた。草笛の根ですね。 しかし、それでも少女は帰らない。ということで、何をやっても帰らない。で、ある朝、少年は気づいたんですね。探せばいいじゃないか。ということで、あらゆるところを探しに行くことになります。山や谷や川や少女の思い出のある場所を全部探したけどいない。村長に尋ねてもいない。 野良に働くおばちゃんに、おばあちゃんに尋ねてもいない。縄跳びしてる子供たちに尋ねてもいない。とうとう、道端のカエルにまで尋ねたけど、それでもいない。まあ、あらゆるものを手を尽くして、探している様が描写されてるわけです。で、えー、探し疲れた少年、その頃にはもう夏が秋になってるんですね。で、 脱穀が終わったもみ殻の山でこう横になってもみ殻をこうやって手で掴みながらもう秋になったんだなと虚しさがこみ上げてるわけですね。それでも少女は帰らない。で、次のこっからがまあ悲しいところなんですけど、ある夕焼け空の日に これ、前向きに自分は走って探してばかりいるから見つからないんじゃないか。後ろ向きに走ったら見つかるんじゃないかって思うんですね。えー、なんか、いじらしくも悲しい場面ですけど。後ろ向きに地球をぐるぐる回って時間を元に戻そうってするわけですよね。で、それからぐる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 とずっとこう、後ろ向きに駆け出していって、 そして太陽が何度も西から昇っては東に沈んでいくと。それだけやっても少女は帰らない。やとうとう冬になって、少年はとうとうシベリアを後ろ向きに走っていて、そして、えぇ、ー、オホーツク海に落ち込んでしまうわけですね。氷のように冷たい冬の朝。で、少年は、 真っ赤な心臓までカチンカチンに凍りついてしまって永遠の眠りにつくわけです。でそれでも少女は帰らない。いう、まあ悲しい物語ですね。すると場面は一転して春になってやっと少女が出てくるわけです。その少女はウェディングドレスに身を包んで別の男、南の島のたくましい 男と共に帰ってきた。二人は結婚していたわけですね。そして、また春なんです。幾度も春が巡ってきて、この少女に三人の子供ができて、さらに何度も何度も春が巡って、いつしか少女には九人の孫ができて、もうおばあちゃんになってるわけですね。そして、 それから何度も四季が通り過ぎて、夏が過ぎ、秋が過ぎ、冬が過ぎ、また春が過ぎて、そして、いつしか少女は年老いて、南の島の土に帰っていくわけですね、えー。この世を去るわけです。しかし最後、悲しいことに少年は若き日の夢をこの北の海で見ながらカチンカチンに凍りついていた。 というこういうううこ詩ですねでこれについてこの刊末で大川総裁とそれから総裁補佐の塩さんが対談をしてこの詩を振り返ってるんですね。でその中で塩さんが「私はこの詩が一番好きです」っていうわけですね。この詩というのはこの少年の何者も求めない愛。 があるにもかかわらず、少女が気づいていないという悲しさがあるわけですね。でも、大川翔さんってまあパングルで、エロヒムはパングルを一番愛したわけですけど、でも彼女はおそらく、この誰にも気づかれない少年の無償の愛というものをですね、自分もひょっとして気づいていない。 この愛があるんじゃないかというお気持ちがあったのか。まあなんか一番好きな感銘を受けた詩だったということを述べておられて、その後ですね、この詩を読むたびにオスカーワイルドの幸福の王子を思い出すっておっしゃるわけですね。で、それを受けて大川総裁は実は、 このオスカーワイルドの幸福の王子は、この時まだ読んでない時の、高校3年の時の詩なんですね、これ。まだ読んでないにもかかわらず、結論が同じになっていると。つまり、無償の愛を与えるんだけれども、最後幸福の王子も、まあ、ツバメと一緒に死んで、そして、廃棄物になってしまうわけですね。この少年もカチンカチンに凍りついたまま。 最後のツバメがもう寒さの中で、えー、凍えて死んでしまうところにも通じるような。で、その後驚くことに、大川総裁はひょっとしたらオスカー・ワイルドが幸福の王子を書いたとき、自分は天上界から霊的に指導していたんではないかと思えるとおっしゃったわけですね。これは驚きのことです。 何しろ、史上最高の霊能力者のお言葉ですから、これ実際にあったというふうに、えー、解釈できるわけですよね。で、えー、そこにあった、あその幸福の王子はですね、つまりまあ少年の与え切りの愛が書かれているわけですけど、さらにこの時間が逆回転し始めるというところは、スーパーマンが この時を戻すために、人々を救うため時を戻そうとして、地球を逆側にぐる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 回っていったところとも重なってくるということですね。で、そこから、さらに、大川総裁はイエスについても言及されて、この少年のこの悲しさは、イエスなんかに通じるものがあるとおっしゃるわけですね。イエスは33歳で、 死んでしまって、若くして死ぬけど、この少年と同じようなところがあるんじゃないかとおっしゃるわけです。私はまあ、この辺まで聞いててですね、この、今回の映画でも、このイエスの宇宙根であるアモールが現れて、そして愛の大切さを解くわけですよね。そしてそのアモールは、昨日ご紹介したインドの王子の中で、オ川カ総裁が あ悟りを開く直前に、もう死のうかと思う時に現れて、いやあなたは世界中の人々を救うまでは死んでは相ならぬと言って、救世主の使命を授けられたわけですねで。救世主の使命というのは法を解いて、それを広げて多くの人を救うところにあるわけで、これは弟子の使命とも関わりますけど、伝道ということになると思うんですね。で、この幸福の王子の この逸話ですね。えー、その、南に帰ろうとするつばみを呼び止めて、そして、あちらこちらで困っている人のために、自らの金箔を、この、取ってもらって、そして、つばみに運ばせて人々を救っていくというのは、私は伝道の象徴のように思えたわけですね。実は私、2014年の大阪昇進館にいた時に、伝道の推進という研修を担当して、 その中でこの幸福の王子の逸話をですね、研修の中に使わせていただいたことがあります。ですから、無償の愛でこの金というのは法の象徴でもありますから、その金をつばみがですね、運んでいく。つばみはこの伝道する弟子の象徴だというふうに感じました。ところが最後、ん、報われるままに冬の寒い日、ツバみはとうとう力尽きて凍えて死んで、 そして、ボロボロになった幸福の王子も捨てられて、そしてまあ、溶光炉で溶かされてしまうわけですね。えーまあ、ただその後最後その残ったこの心臓の部分とこのメの部分を天上界の神様がちゃんと見ていて、それを天上界に引き上げるっていうまあハッピーエンドに終わるんですけれども。ただまあ、この小さなメルヘンの少年は最後、 南の、え、北の海の中でカチンカチンに凍ったままなんですよね。え、その悲しみ。で、それを岡総裁は、その愛というものは、どこかで悲しみに通ずるという意味のことをおっしゃるわけですね。例えば、小さな子供たちが遊んでいるのも、愛しい気持ちでずっと眺めてはいるけれども、どこかでそれは悲しみに変わると。 これから様々な人生の苦難をこの子たちは経験していくんだろうなと思うと悲しみが出てくると。そしてまあさっきのイエスのこのそういった悲しみをたくさん感じ取っていながら救いきれないというこの悲しみですよね。まあこういったものをまあこの小さなメルヘンの中でまあ対談で語っておられるわけです。これは 映画の中でもうつながりがあるというふうに感じてて、やっぱり、まあ、エロヒム様がなさろうとしたことは、全人類の救済であった。全ての人を救済したかったけれども、それでも、なかなか、ままならず、定位霊界の方に落ち込んでいく人たちもいるという、こういう悲しみ。あるいは、エロヒム様を守ろうとして戦うパングルの目にも、涙がこぼれると。 だからこの戦いたくて戦っているわけではなくて愛する方を守るためにま視力を尽くした戦っていくその中にも慈悲の涙がこぼれるというところですよねまあちなみにこのパングルの転生した姿に坂本龍馬という方がいらっしゃるんですけれども薩長同盟の時にこの劣勢でもうほとんど滅びかけている長州と 今、力を持っている薩摩、これを同盟をさせようとするけれども、お互いが意地を張ってなかなか話が進まないときに、この力を持っている側の西郷隆盛に対して龍馬がですね、えー、涙を浮かべて、長州がかわいそうじゃないかって言って、その涙の、この説得力で西郷さんを動かしたっていう、 逸話があるんですけど、これがまあなんか私にはパングルの涙に繋がる感じがするし、そしてこの悲しみをたたえた愛を歌った小さなメルヘンが一番好きだっていうふうにおっしゃってるまあ総裁補佐のお心に繋がるんじゃないかなというふうに感じました。もちろんまあこの週はですね、映画と切り離して解釈できるものだとは思いますけれども、まあ、同じ日に 公開されたということに、ひょっとしたらなんか意味があるんじゃないかと思いまして、映画との関連で読み解かせていただきました。何か参考になれば幸いです。ぜひ直接お読みになることをお勧めして、本日の動画とさせていただきます。ありがとうございました。